ひいらぎちゃん、助け合いを兼ねて図書室で一緒にテスト勉強していかない？ああ、いいよ。うん、試験の前って急にいつもの部活がなくなってやることないんだよね。だから勉強するんだろ。そのためにないんだし。いや、それはわかんだけどさ、普段部活してる時間が自由だとちょっと違う世界が見えるっていうかね。そう考えると勉強なんかできねえじゃん、もったいなくて。そわそわワクワクしてさ。とりあえず半分はあんたのためにやるんだってことを自覚してくれ、この勉強会。疲れたー。早っ。少し休憩しようよ。目的意識がないから集中できないんじゃないの？将来の夢とかないの？夢か。将来のってわけじゃないけど、この時期って宝くじでも当たって楽に生活できねえかなとか思わない？なんかだるくて。峰岸、あいつなんとかしてくれ。頭使うときはやっぱ甘いものが必要だぜ。帰ったらこの前焼いたクッキー持っていくから頑張ろうよ。へえ、峰岸お菓子とか作るんだ。味よし少年ほどじゃないけどね。いや、味よしよりマイブだぞ。勉強めんどくさー。お姉ちゃん、マドレーヌ作ってみたよ。どうしたの？いや、ルイ友とは思わないけど、友達って似たタイプが自然に集まるのかなってね。